はい、こんにちは。まやチャンネル、まやはらです。はい、今日はこちらとこちらですね。うん、デラックス闘魂ブーストゴーストアイコンと闘魂装填デラックスサングラススラッシャーです。はい、こちらですね、仮面ライダー仮面ライダームービー対戦、はい、ジェネシスで闘魂ブーストアイコンが出てきましたね。はい、はい、そしてこのサングラススラッシャーっていう武器も出てきましたね。うん、ちょっぴりね。うん、でこれ変わった武器じゃない。もうサングラスがあるんだけど、まあね、ゴーストといえばアイコンだから、目玉だからね、うん、目がこうこの中入るようになってます。気持ち悪い。気持ち悪いよねこれね、うん、はい、ただもうなんかね、音声も面白くて、眩しいからサングラスするみたいな、うん、そんな感じの音声みたいですね、うんうん、はい。で、フォーモンゴーストアイコンとデュオモゴーストアイコンがついてる。そう、この2つがね、うん、だからこれは今まで全く出てきてないので楽しみですね。多分サイオンジが持ってたアイコンなんだろうね。そうね、うん、8番9番みたいですからね、うんうん、はい、それでは開けていきましょう。はい、はい、はい、では取り出してください。はい、お、特に組み立てなしそのままだね。うん、そしてこちらがアイコンだ。うん、はい、よいしょっと、でかいでかい、するするする、はい、今回これ自体が発光するみたいだからね、うん、楽しみだ、うん、はい、それではまずアイコン2つからいきましょうか。はい、こちらが五右衛門ゴーストアイコン、はい、こちらが龍馬ゴーストアイコンですね。はい、上のシールからいきましょうか。はい、まずこっちはね、五右衛門っぽいね、うん、五右衛門っぽいデザインで、龍馬の方は龍が描かれておりますね、うん、はい、ではボタン同時にお願いします。はい、はい、はい、よいしょよいしょ、はい。そしてこちらが闘魂ブーストゴーストアイコンですね。はい、はい、ちょっと分かりにくいかもしれないけど、中に闘魂ブースト魂が書いてありますね、うん、はい。で、ここね、後ろに絶縁シートがありますので、これ取ってください。はい、はい、これで一度ですね、この後ろにあるリセットボタンを押すんだって。うん、これでいいのかな。そしたらこれで一回押してみようか。どうなのかね。おお、光った光った、うん、光った、音も鳴ったね、うん、はい、うん、あ、これもうね、中の絵柄は全く変わらないね、同じだね、うんうん、はい。続いてこちらがデラックスサングラススラッシャーですね。はい、まさにサングラスそのものですね、うん、すごい武器としてかっこ悪いんだけど。そうだね、うん、これがソードモードですね、うん、そしてこの部分、これにボタンがあってくるっと回転させるとブラスターモードになりますね、はい、で、ここ開けられるんだけど、どうやって開けるのかな。普通に手で開けるのか、うん、アイコンを2つセットできるような形になってますね、はい、そのトリガーだね、うん、はい、ではちょっとこちらの電源入れてみましょうか、はい、サイオン電池2本入ってますんでね、はい、じゃあお願いします。おお、いった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 、うん、で、トリガー引いてみようか、うん、これブラスターモードだね、うん、で、ソードモードに、ソードモードにすると、ああ、そうだね、うん、はい、ではちょっと順番がずれちゃったけど、うん、はい、こちらのデラックスゴーストドライバーで闘魂ブーストゴーストアイコン、これを確認してみましょう。はい、ゴーストドライバー、お、一発闘魂ってた、うん、はい、なんか鳴ってる、うん、あ、変な音が、おちゃんと連動してた、うん、俺がブーストはいとか言ってたね、うん、中の目のとこ赤く光ってて、うん、怖い感じでしたよ。じゃあ必殺技。はい。おお。すげえ赤。オメナは行きましょう。はい。うわ、赤。赤。ゴエも行こうか。はい、はい、
おもろい。おもろい。これは面白いね。うん、必殺技。はい。ごえもん。ごえもん。面白い。大目玉。では、ゴエモン龍馬にゴーストチェンジ。はい。おー。目覚めよ日本、夜明けだよって言った。あー。素晴らしい。たぶん龍馬さん好きだからね。じゃあ必殺技お願いします。はい。大海岸龍馬おめえドライブ。そしたらね。大目玉お願いします。はい。はい、では戻ってきました。はい、はい、こちらで音声確認してみましょうか。はい、まずはサングラスを上げて、お、カチャっていった。うん、俺ゴースト。お、左側？こっちにセット。はい。で右側に？闘魂ブーストアイコンをセット。お。目が眩しいって。うん。目が眩しいって。はい。サングラスしてあげた。音楽なの。トリガー引いてください。面白い。今までのかっこいい系じゃないんだけどこれ、うん、一応これ、今ブラスターモードになってますけど、はい、ソードモードにしてもう一回ちょっとやってみようか、うん、これ閉めりゃいいんじゃない。あ、変わった。やっぱ俺がシャインって言った。うん、さっきねちょっと明るくて分かんなかったと思うのでもう一回やってみましょうか。はい、いきますよ。おう、こんな感じで光ってんだよね。ではパパはガンガンセイバー、僕はサングラスでした。で対決だ。はい、サングラスガンセイバー。うわ、いきなり結構すごい激しいな。うわガンモードにもできるぞこっちは。なに、お前にも、なんだそれは。うわっ、くそ、これでは埒が明かない。必殺技だ。大海岸サングラス。何、なんだその大きな音楽。はい、ということで今回はデラックス闘魂ブーストゴーストアイコンと、はい、闘魂装填デラックスサングラススラッシャーでした。はい、ということで今日の動画はいかがでしたでしょうか。はい、はい、映画で登場したね闘魂ブーストゴーストアイコンなんですけども、どうやらテレビでも出てくるみたいだね。うん、楽しみにしてましょう。はい、あとゴエモンと龍馬も楽しみだね。うん、
はい、ということで今日の動画はですね、もし良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンをお願いしますね。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いしますね。はい、はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。